ドライキャスクの保管例。ドライキャスクは使用済み核燃料のような高レベル放射性、廃棄物を保管する方法である。最低1年間の使用済み核燃料、冷却プールでの冷却でドライキャスクに貯蔵できる。これらのキャスクは典型的に鋼鉄の円柱でできており、溶接またはボルトのどちらか一方の方法にて密封される。使用済み核燃料は 内部にて不活性機体で覆われる。理想的には、鋼鉄の円柱は、使用済み核燃料が決して漏れ出さないように封じ込めている。おののの円柱は、さらに新たな鋼鉄、コンクリート、その他の物質で囲まれ、労働者や部外者を放射線から守っている。いくつかのキャスクは貯蔵、輸送が共にできるように設計されている。 ホルテックインターナショナル、ナックインターナショナル、およびレバニュームズの3社は、独立した使用済み核燃料貯蔵庫の設置を行っており、それらの輸送、および保管所への垂直、または水平での遮蔽された使用済み核燃料の設置を行っている。これらのシステムは、多くの場所で有効に活用されている。ドライキャスクシステムの設計は多岐にわたる。これらのうちいくつかの使用済み核、 燃料入りドライキャスクはコンクリートの保管庫に垂直に設置されるように設計されている。他のものは水平に設置するように設計されている。コンクリート貯蔵庫は放射線遮蔽能力を持っている。その他の鋼鉄製キャスクは金属、コンクリートのいずれの貯蔵庫であっても保管できるように設計されており、キャスクの外のコンクリートが放射線を遮蔽する。現時点では ドライキャスクによる使用済み核燃料の永久貯蔵は不可能であり、あくまで一時的な保管用である。使用済み核燃料をプールに貯蔵するよりは、冷却水の電源喪失でメルトダウンを起こさないため、優れた貯蔵方法というわけである。コンテナはキャスターコンテナと呼ばれるが、これはキャスクフォーストレージトランスポートオブレディオアクティブマテリアルの頭文字である。EN キャスターは、原子力サービス会社、EN、ゲゼルシャフトフュアニュークリアーサービス社の商標名である。ドライキャスクストレージ。アメリカ合衆国原子力規制委員会。2011年3月17日閲覧。ドライキャスクストレージロース、スペントフュエルザットハズオールレディービンークルド、インザスペントフュエル、プールフォー、アットリーストワンイヤーツービーサラウンデッドバイナーと、 ガスインサイド、A コンテーナーコールド、A キャスク、ドライストレージオブスペントフューエル。NRC ドライキャスクストレージフィギュア四43。2011年3月17日。閲覧。ありがとうございます。